どうもこんにちは、今回はですね、カー用品です、カー用品をね、ちょっと買ってきました。で、まあ、今回ね、こうやっていろいろ買ってるのはですね、何がしたいかっていうと、車の中でね、ネットフリックスとかを見たいなと思ってます。まあ、ネットフリックスをね、一番手っ取り早く見れる方法ってことでモニターとかもいろいろ考えたんですが、まあ、これをね、つなぐのが一番手っ取り早いだろうと、Amazon の Fire TV スティックです。で、これをね、つなぎたいんですけども、いかんせんね、この車がですね、70系のボクシーなんですが、ナビがですね、多分トヨタの純正ナビなのかな、そんな新しいものではないんで、まあその HDMI 端子とかがないということで、まあしょうがないんでね、このアナログ端子で、まあ、どんどんつないでなんとかしようじゃないかと、という感じでね、やってみたいなと思ってます。さあ、それでですね、今回購入したものなんですが、まずこちらがですね、USB の増設ケーブルかな。で、これが HDMI に変換するもの、こっちがインプットで、アウトプットで、これをつないで出していくと。で、こちらがですね、ナビ側、ナビにこれがくっつくはずなんで、まあ、外部入力でですね、なんとかナビにつなげればなと思ってます。まあ、当然ですね、こういった DIY 初めてなので、できるかどうか分かりませんが、ちょっとずつね、やっていってみましょうか。まあ、やり方ね、よく分かってないんですが、これがですね、どうやら、ダミーなのかな、ダミースイッチみたいなもので、これを外してですね、そこにこれを埋め込むというような形になるのかなと思います。まあ、とりあえず開けてみますか。違うところはこんな感じになってるんですけど、ダミーなんですけど、こっちダミーじゃないな、なんかくっついてますね。なんだよく分からんが、こういう配線がありましたね。で、今度はね、ここをばらさないといけないと思うんですよ。次はね、ここをばらす必要があるので、水量調整は最大よりもオートの方が燃費が良くなります。これを回すのかな。回してカードが挿入されていません。これ外して P にしとったらいいのかな。まあ、とりあえずこれで外れましたと。この辺を外していく必要があるでしょうね。どうやって外れるんだこれ。やべ、外れねえ。よいしょ。次はね、このナビの取り出しをしなきゃいけないんですけど、その前にシガーソケットの中を見たいから、この辺を外すようになるのかな。これ助手席側ですね、助手席側のここのポッチを外していきます。よいしょ。運転席側はね、こことここにあります。これを両方取って、ここのですね、ボックスを外してしまいます。で、今ちょっとね、外れちゃってますけども、ここにね、ネジが入ってるんで、これをね、外してしまいます。こんなやつね、横のね、ボックスも外しちゃいます。さあ、外れました。外れたので、よし、これ全部外すのが怖いですね。元に戻せるか問題っていうのがありますけど、こっちが外れないんだよな。なんでこの辺が引っかかってるのか。で、ここが外れたので、あ、これで外れるのか。なるほど、よしよし。で、こっからっすよ。外れるんだけど、そしたらここにシガーソケットがあって、これをまず外す必要があると。外れた、とりあえずこんな感じで外れたと。で、
ここにこれをかませるんですけど、どういうつなぎ方かっていうと、多分ですねこれが USB ですよね、今回買ったやつで。これがこういう風に線がつながってます。でここに行ってます。これが、車の大元ですね。でこっちの方、こっちの方をこっちにつなぐと、シガーソケットですねにつなぐということであろうと思います。ちょっとやってみようかな。とりあえず配線通さないとな。ここですね、ここに通す必要があるんだ。どう通すかですよね。ここにうまく通ればいいんだけど、あーやっていけた。でしたらですね、今度これですよね、ここにこれをかませます。かませてこの中入れれば、よいしょ、どうだ、よいしょ、すげえ USB ができた。で、そしたら今度はこれですね、ここに、さっきのシガーソケット、これか、これをつないでやれば OK なはず。よし、これでこっからですね分岐して車の方にも行ってますし、こっち側ですね、こっち側にも行っているという状態になってます。とりあえずこれで閉まったらいいのかな。しまいたいとこなんですが、しまう前にね、やっぱりこのナビをねちょっとなんとかしましょう。さあ多分ねナビの外し方なんですが、 1,2,3,4 でネジがあるんで、このネジを外せばねいいだけだと思います。とりあえず外してみましょう。さあこれでこれを外…あ、いけたいけた、いけましたので、よし頑張りましてですね、なんとか、ここにね持ってくることができました。なので今度は、これをつなぎます。これナビから来てるやつですね、ナビから来てるやつをつないで、今度は反対側ですね、反対側を、こちらにつないでおきます。で、とりあえずこれで置いておきましょう。あとは、配線を隠す作業ですね。これから隠そう。よいしょ。さてナビが戻ったので、あとは戻していく作業か。片付けるのがめんどくさいが片付けましょう。はい、それではですね接続をしていこうと思います。車の方にあるのがこちらの HDMI、この中通しましたよね。この HDMI があって、そこにこちらの Amazon の Fire TV スティック、これを挿すと。でこの Amazon の Fire TV スティックっていうのはこのままだとね電源が来ません。なのでここに USB を挿すと。で、まあ、置くのはこの辺でいいかなと思ってます。まあつけたり外したりがね簡単の方がいいだろうということで、この辺に置いとこうかなと思っております。でこの USB ですね、この USB と、こちらの分配器にもですね、これですね HDMI なので USB ポートが必要です。なので USB をね増設したじゃないですか、さっき。だけど増設した USB は、これで全て埋まるということになります。ちょっと電源つけますね、ニュートラルにします。今ねここ、あー見えないか、ここにねあるんですよ、 USB が2口あります。この2口の USB はねもうちょっとうまい接続方法っていうのをね考えてもいいのかもしれませんが、
まあ、とりあえずは、ここに USB あります。差し込みます。まあね、こういった改造今更する人もあまりいないかもしれないですけど、僕はね、必要だったので、今回こういった改造をやっております。でもう一つの USB をこちらに差し込みますと。さあ、これって一応ね、この2つに電源が来たはずです。来たはず。ちなみにね、Wi-Fi はこれを使います。カロッツェリアの、車載 Wi-Fi、 これを使いますんで、まあ見れればいいんだけど、どうだろうな。はい、ということでね、一応やってみましたが、つきました。このね、リモコンが必要なんですよ。リモコンがないとちょっとこの、操作ができないっていうのはあるんですけども、例えばプライムビデオ、ネットフリックス、YouTube、例えば YouTube 行ってみましょうか。 YouTube で、例えばかの力、かの力で検索すると、こんな感じで、当然ね、 YouTube が見れると、まあ、こんな感じでね、見ることができます。写真もちゃんと現れますね。青く見えるよね、うん、これが弁天。まあ、どうしてもですね、HDMI のものを、アナログ端子、変換してるんでね、そんなに絵は綺麗じゃないんですけども、まあまあ見れるんでね、問題ないかなって感じはします。まあまあこれぐらい映ってればまあいいでしょうという感じですよね。さあ、こんな感じで YouTube は見れますと。で、 YouTube が見れるのが分かったので、今度またホームに戻ってですね、例えば Netflix もね、普通にね、多分見ることができるはずです。全部これ著作権があるものなので、ちょっと流すことできないんですけども、まあ、好きなものをですね、好きな時に見れるかなという感じです。本当今まではですね、こういった映像を見ようと思ったら、まあ、DVD で借りてくる、もしくはスマホにダウンロードしてですね、スマホでみんなで見る、タブレットでみんなで見るみたいな感じでやってたんですが、いかんせんね、家族何人も乗ってるとですね、そうもいかなかったりします。この車、家族5人で移動することが結構あるんですけども、でやっぱり道中が暇でですね、子供たちがなかなかこう外に行きたがらないってことがあったりするんですが、こういった感じでですね、 Fire TV スティックつなぐことができれば YouTube も見れるし、プライムビデオも見れるし、まあ、例えば Netflix 契約してればそういったものも見れます。 Hulu だったり Unext だったり D アニメでしたっけ、なんかそういったものとかもですね、まあ、Amazon の Fire TV スティックで見ることができるものであれば全て見ることができるはずなので、これはですね、7月の末ぐらいにちょっと家族で遠出してキャンプしようっていう話をしてるんで、まあ、それまでにね、こういったことができればいいなと思ってたんで、今回のこの改造はですね、大成功と言えるんじゃないかなと思います。で、注意点っていうほどでもないかもしれないんですけども、結構ね、これ熱持つんですよ。熱持つんで、やっぱり外に置いといて正解かなって感じはしますね。一番いいのはエアコンに直接ぶち当たってるのが一番いいと思うんで、今後ですね、どういったところに置いていくかなっていうのは考えようかなと思います。で、今はですね、もうちょっといい機械が出てるかもしれないんですけども、これですね、カロッツェリアの車載 Wi-Fi、 以前これ動画でレビューしましたけども、これがあってね、初めてこういった、YouTube 見たりとか Netflix 見たりっていうのが可能になったんで、世界が広がりますよね。ということで、今回はですね、こういった感じで、車の中で YouTube、Amazon プライムビデオ、そして Netflix とかね、そういったものを見れるように改造してみました。基本はね、こういったものを剥がして線つないでまた元に戻すだけなんで、まあそんなに難しいものでもないのかなと思います。まあ、今後はですね、車の中でこういったものを楽しんでいきたいなと思います。それでは。